こんにちは、アリティンチャンネルです。今回ですね、マクドナルドのハッピーセットのドラえもんワクワクゲームを紹介したいと思います。はい、ドラえもんのハッピーセットは3月18日金曜日からの発売となりましたですね。はーい、昨日アリティンを買ってきました。はーい、じゃあこれですね、じゃじゃーん、かわいいのび太くんとドラえもんです。はい、今回はワクワクゲームです。はい、第1弾はラインナップの、はい、紹介したいと思います。まず飛行機をレースのスゴロックですね。で、あとは、はい、タワーゲームです。おー、いいですね。あとこれ次は、顔合わせカードゲームです。あー、アリキンこれ欲しいです飛行機、あのゲームもそうだけど飛行機が欲しいです。おー、かわいいドラえもんありますね。いや、はい、第2弾は3月25日からですね、来週で。さらにですね、はい、19日と、まあ、週末、今日ですね、20日と21日は、やったご褒美セールをもらいます。はい、アリキンゲットしました。まずおご褒美シールです。いいですね。かわいいドラえもんと仲間たちですね。おー、こういうコメントも書きますね。メッセージ書いておく。おー、はい、裏はハッピーセットの説、あ、今回のゲームの説明ですね。3種類です。第1弾、第2弾。はい。じゃあ、早速、アリキン今回は。3個、あ、3つも買いました。さあ、今回の第1弾のラインナップは3つなので、さあ、はい、果たして全部揃えるかなでは、開けてみましょう。はい。まず1個目からですね。ドラえもんのワクワクゲームです。おー、マクドナルドね。はい、かわいい。おー、何が入ってるかは、お楽しみです。はい、今は説明ですね。はい、では、じゃあ早速開けましょう。はい、開けたいと思います。はい、飛行機レースになりましょうね。飛行機のゲーム。はい、じゃあ行きましょう。1、2、3。お、やった。いきなりすごろく。おー、かわいい。おー、プロペラ機です。あ、いいですね。あ、いいです。おー、まあ、回れる。これでスゴロクの数字、出すんですね。あ、これいいですね。あー、やったー、いきなり。お、ドラえもんも動かせる。おー、素晴らしい。これだけで満足してます。かわいい。いいですね。展示したいですね。こう、ドラえもんの。おー。かわいい。あは、はいはい、ゲームを紹介します。すいませんゲーム紹介したのを忘れる。はい、スゴロです。あ、これプレイヤーですね。後で組み立てます。おー、あとスゴロ、あ、ちっちゃいはい、ゴール、はい、ゴールがこうなってます。おー、いいですね。これスタート、おスタート行ってゴール。かわいい。おー、ドラミちゃん、いいですね。はい、スゴロ。はい、じゃあこれも、はい、あ、そう、組み立て準備ですね。まずおー、こういうふうに全部作ってます。みんな飛行機ですね。じゃあ、はい、ちょっと作ってみたいと思います。あ、その後は順、あ、はい、順番ですね、さっき。遊び仕方、遊び方。これ回し、飛行機のプロペラの部分を回して、はい、これで、順番が、番号が出てきます。いいですね。では、ちょっと皆さんの、みんなの飛行機を作ってみたいと思います。はい、できました。おー、かわいい。
コックたちですね、プレイヤーの。おー、やっとかわいい、本当に。いやー、アリキが青好きなので、はい、まず、ジャイアン選びますね。はい、女の子だったら、はい、静香ちゃん、ピンクです。あと、のび太くんが黄色ですね。スネは緑です。おー、とてもかわいい飛行機のたち、あの方、みんな飛行機乗ってます。いいですね。おー、今日から遊びます。はい、あ、これとても良かったです。欲しかったです。はい、ということで、はい、第1弾は、はい、ドラえもんの飛行機ゲームでーす。はい、これが、お気に入りです。やったぞー。ドラえもんが、はい、顔。おー、いいですねー。はい、では、2個目開けましょう。はい、まず2個目です。さあ、今回は、1個目はタワーが欲しいです。タワーゲーム。はい、じゃあ開けましょう。1、2、3。お、あ、これ、おお、あ、タワーゲームです。いいですね。雲のゆらゆらタワーゲーム、やったー。はーい、タワーゲーム。これ何がどうするんだって。説明してみましょう。はい、まず、ゲームの遊び方ですね。で、まず準備が、遊び方は、あ、これ回して、で、タワー、あの、まず準備はカードを丁寧に作ります。はい。カードですね。あ、かわいい。あー、これが、イナボの分は4つあります。この4つの小物、はい、作ってから、はい、準備ですね。これをカードを丁寧に作ります。で、その後は遊び方は、はい、テーブルの上にぐるぐる回す、ドラえもん回して、で、乗せます。おー、いいですね。はい、これがドラえもんです。くるくる回します。では、じゃあこれをちょっと作ってみたいと思います。はい、準備ができました。おー、こういう風にですね、みんなが、はい、空で雲の中で飛んでいる姿です。これはタワーね、重なると雲の、はい、じゃじゃーん、雲で、重なってタワーマンション作る。では、じゃあ、はい、雲のゆらゆらゲームを作り、タワーゲームを作りました。結構難しいです。アリチンが 4段になると、あの、失敗したので、今3段までですね、作ったのは。おー、こういう風に、じゃあ一番下は、はい、のび太くんとしずちゃんとジャイアンです。はあ、いいですね。かわいい。おー、結構遊べます、これ。はい、ということで。では、じゃあ最後の3個目です。はい、顔合わせゲームだといいな。カードゲームですね。では、じゃあ、はい、開けまーす。ダブらないように、はい。1、2、3。あ、やったー、ダブコンプリートです。おー、いいですね。はい、3個目は、はい、顔合わせカードゲームです。おー、ドラえもんかわいい。いいですね。あ、これが開けます。あ、カードゲーム、あ、ドラえもんの顔。おー、いろんな顔がありますね。おー、これを並べて顔合わせですね。おー、いいですね。おー、かわいい。いいですね。これ遊べますね。
あー、でもこれとこれです。顔合わせ場所を覚えて、はい。おー、かわいい、ドラえもんと書いてあります。あ、このケースもいいですね。カード以外になんか、おー、かわいい、買いたいですね。いいですね、やったー。今回はゲット、はい、すべてのラインナップの、はい、3、おー、コンプリートできました。はい、まあ、じゃあいいですね。まず飛行機、レースのスゴロ、はい、あと雲の、あ、ゆらゆらの、あ、ゲームですね。おー、タワーゲームです。あと顔合わせあー、カードゲームです。やったー、3つ揃いました。はい、ということで以上です。アリシンちゃんでした。今回はマクドナルドハッピーセットのドラえもんのワクワクゲームを紹介しました。3個買って全部おコンプリートしました。はい、今から遊びに行きま、遊びます。ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。